噂に聞きましたけど、かなり面白いらしいですよ。謎の女、糸井美雪役、足立梨花さんです。今回ゴールデンタイム連続ドラマ初主演の足立梨花さん、ご挨拶をお願いいたします。はい、糸井美雪を演じさせていただきます、足立梨花です。今回私が主演ということで、すごく最初はびっくりしましたし、こんな私で務まるのかなっていう気持ちでいっぱいだったんですけど、本当に前はたくさんのゲストの方に来ていただけて、楽しい現場でこう明るく進めているので、すごく楽っていう言い方変ですかねなんかあんまり気を張らずに自然体でできている感じがしているので、本当に毎日が勉強で楽しいです。今回の糸井美雪という役を演じさせていただけるということで、原作を読んだんですけど、原作にも美雪の心情っていうのはなかなか書かれていないので、本当に私も見ながら、美雪ってどんな人なんだって悩みながら演じさせていただいているので、こうちゃんと皆さんが見た時に、これが糸井美雪だって思ってもらえればいいななんて思っています。今日は短い時間ですけど、よろしくお願いします。でもよく考えると、糸井美雪っていうのはお金持ちの人は狙ってますけど、それ以外の人に害は与えていないというか、本当にその同性の人から見ても頼りになるし、かっこいいし、もしかしたらちょっと憧れちゃうような存在で、だから男性に対してはちょっと厳しいかもしれませんけど、女性から見ると本当になんかたくましいというか、ああいう女性になりたいなって思う存在なのかなと思っているので、なんかそういうところも大切にしながら、悪いだけじゃなくて、悪い風に見られるだけじゃなくて、そういうかっこいいと思わせられるような部分も作っていけたらなって思いながら演じさせていただいていますね。そうですね、糸井美雪としては結構自分でも思ってないようなセリフっていうのがたくさん入ってくるんですけど、それをあえて悪いように言う時もあれば、いや全くそうじゃなくて、本当にこれを本心から思ってるんだよっていうようにセリフを言う時と、という形で分けてはいますかね。なんか全部悪い風にしちゃうと含みを持たせすぎちゃってつまんないから、なんかその見てる方が、え、これみゆき本当はどっちで言ったのって悩むような言い方をしてますね。そういう風なのを意識しながら、みゆきというものを演じています。はい、これから着てみたい衣装ですとかありましたら、なるほど、ね、教えてください。お願いします。これから着てみたい衣装、ちょっと巻いていいですか。初めてこれ見るんですよね、間近で。どうしよう。でもなかなか普段こういう服着ないんですよ。ものすごくお尻を強調してますこのシーン。そういうセクシーさも兼ね備えつつのこの清楚感がすごいいいなと思ったので、なかなかできない服なのでこれがいいかなって。こんにちは、足立梨花です。今回、みんなから噂をされる謎の女という役をやらせていただくんですけど、本当に何が本心で何が嘘でどういうことを考えているのかわからないような女の子を演じさせていただいていて、私も苦戦しながら撮影をしていますね。今回ドラマもそのみゆきが関わる人が死んでいっちゃったりだとか、あとはいろんな噂があって、本当にみんなもどういう子なのかわからない。でも見るとあれ実はいい人なんじゃない、でも悪い噂もあるし、どっちなんだろうと悩みながらドラマもどん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 進んでいくので、見ている皆さんも本当にみゆきは悪いやつなのかいい人なのか、そういうのを推理しながら見ていっていただけると楽しいんじゃないかななんて思います。4月14日土曜日夜9時からスタートします噂の女、ぜひぜひ皆さん見てください。